4コーナーをカーブして、さあこれからです。ここで先頭はサードアイディア、あと 200m、 一気に後続がやってきた。残り 100m、 川内サタデー抜けた。サイクルエトワール迫る。川内サタデー1着、2着にはどうやらサイクルエトワール。川内サタデー見事トライアルを勝利。本番に向けて夢が広がります。4コーナーカーブから直線コースに向きました。ここで先頭変わりました。先頭は IOU 先頭。2番手はパイキジュリエット。先頭を捉えるか。残り 200m、 先頭はパイキジュリエット。残り 100m、 ライデンリーダー抜けた。ランドドウォーター迫る。ライデンリーダーもう一伸び。ライデンリーダー1着、2着にはどうやらランドドウォーター。ライデンリーダー見事な勝利です。三歳牝馬クラシックの第1弾、阪神競馬場に春の訪れを告げる桜花賞です。まだあどけなさの残る乙女たちが栄冠を目指して今年も阪神の坂越えに挑みます。さあ最後は大外枠の名勝八重垣、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。大きな出遅れはありませんでした。まずは先行争い、ノーブルキャンディー前に行きそうです。続いていくのがエアグルーヴ、その外に名勝八重垣、その隣にイブキパーシブ、内からは東映エリザベス、その外からアグネスシャイン、その隣にリッチウェイ、並んで7番レイクジョイ、白の帽子シーカール、その後ろセレクトダイヤ、すぐ後ろ並んで11番マイネセンチュリー、アドマイヤメガトン、すぐ後ろ最後方にマックスロゼ。各馬がターフの上を駆け抜けていきます。前の方からもう一度、少々ハイペースというところですが、先行馬への影響はどうでしょう。さあ先頭はまだ16番ノーブルキャンディー、ゴールデンカラーズ、ほとんど差がありません。ファビラスラフイン、3番手エアグルーヴ、いい位置。果たして先頭を捉えるか。4コーナーをカーブして、さあこれからです。先頭はファビラスラフイン、先頭。2番手はファイトガリバー、懸命に追いすがります。あと 200m、 エアグルーヴ余力は十分か。さらに引き離していきます。2番手はファビラスラフイン、エアグルーヴ独走。エアグルーヴぶっちぎりです。エアグルーヴ1着、2着はファビラスラフイン。これが世界を制した実力だ。エアグルーヴ